はいどうも J チャンネルです。今回はこちらのエフェクターマルチです。マルチエフェクターは初めて買ったんです。初めて買ってど素人の僕にでもできるのかなということをやってみたいと思います。はい、それでは行ってみたいと思います。外観ですね。外観の大きさです。まあこんな感じです。比べるものとしては iPad と比べてこんな感じですね。まあ、iPad よりちょっと大きいけど、まあ、2倍までいかない大きさです。まあ、片手で持てるぐらいかな。裏が電池が入る。炭酸が6本です。これ以上大きくなったらもう電源がいりますからね。はい、それではですね、まあ、そのカメラを切り替えました。ここですね、 USB がついてます。ですからヘッドホンですね、ライト、レフトで、それから、この、AUX のインとインプットですね。まずはインプット、これね、どこを見ても中古で買ったんでそんなに、ね、よくはないんですが、電源がないんですよね、最近のやつはね。こういうふうにこう入れれば電気がつくとね。つかないということは、電源が入ってないということですね。はい、これで電気がつきましたね。はい、電源が、これをですね、ジャックを抜くと、入れるとね、抜くと切れて、入れるとつくということですね。でまずこのメモリーの部分からいってみましょうか。メモリーはこう左に回せば下がります。ずっと押さえておくとこうグーッときますね。1から60番60通りあるということですね。でこのソロっていうやつが、この押せばすごく大きくなるっていう感じですかね。このメモリーのこのバンクのやつが60あって、あとここに6つあるんですよね。クリーンと、これをして、ここでドライブとリードとクランチで、ヘビーとエクストリーム、こうあります。こっちに選択した場合はもうこれが効かなくなるんですね。メモリーが効かなくなって、これはこの単体なんですね。単体 であとはこの6つに対してこの10個までできるという組み合わせがですね、例えばクリーンにしたらクリーンの1、2、3、4、5、6、7、8、9、10とできるわけ。これが 6×10 ということです。であとはこの微調整をこちらでやるわけですね。ドライブのかかり具合とかトーンとかボリュームですね。であとこれはワウペラル、まあいろいろにもありますね。でこちらの方がですね、スーパースタックってちょっとこう大きめにするときにこれをやればちょっとこうボリュームが大きくなるという感じですね。例えばシンプルだと思うんですけどね。であとこのソロのボタンの以外に、まあテンポとか変えられると、あとはこうループができるわけですね。ループ2秒以上押すとループになるということですね。最大38秒ぐらいまでループができるということですよね。はい、もちろんですね、好きな音をメモリすることもできるし、メモリはね、上が気になるんじゃないかな、多分ね。そういう感じです。で、まあ、メリットとしてはもうコンパクトで使いやすい、まあ、お値段も手頃。デメリットとしてはですね、ボタンがないので、少ないので、メモリで呼び出してやるという感じなんですよ。例えば、ね、1番にしておいて、次のをやろうと思ったら2番でこう全部記憶させておいて、こちらを押さなきゃいけないというのがありますね。例えば、ディレイだけかけたいとか、ドライブとかかけたいということは、これはできないです。全部作っておいて呼び出すっていう形になるんですよね。はい、それではサウンドライブラリーのこのクリーンですね、こう基本になる音ですね。これからいきましょう。クリーンです。まずどっちからいきましょうか。やっぱドライブにいきましょうか。1番だからクリーンにしてます。クリーンでクリーン、クリーンだからもう本当にクリーンな音ですね。次はドライブですね。次はリードクランチです。オーバードライブディストーションの感じですね。これヘビー。はい、エキストリーム。かなり歪みますね。ちょっとね、ボリュームが大きいのでちょっとあれします。調節はしますけど、例えばクリーンでこちらにすると。
このクリーンじゃちょっと分かりにくいんですけど、クランチぐらいだったら分かる。ちょっとね、歪むぐらい。クランチぐらいでやると。ドライブによっても違いますね。ドライブをゼロにしたり、これが。とりあえず、こう、ゼロゼロゼロ、真ん中にしておきます。グリーンからツインですね。はい。ブギーアンプコンポ、今度ここの70年代のマーシャルのハイゲインのマーシャルの、僕はこの7あたりが大体好きですね。かなりトネモノっぽくなってますけど、コードあたりはいいですね、これ。メタル専用設計。ですね、あとはこのヘビーになったらかなりきます、今度は下がってきます、ヘビあたりだとちょっとボリュームコントロールしないとちょっと難しいですね。これエクストリームだよね。で7 4
少し沈んでるのは分かりますかね。クリーンだと、ドレミ、リードはリードでもかなり歪みますね。ちょっとサスティンが効いてますね。しますね。はい、今これ結構焦りますね。でメモリーバンクに戻すにはこのエグジットをしたらこちらが一番ですね。これはねいくらでもこのドライブがあるんで音は変わるし、これはバンクのとこはこの3つは効いてるんですね。でここはもう効かないわけですよ。ここはね、ここらは 別個になるわけですね。まあね、まあ技術的なことはまだまだちょっと追いついてないんですが、まあ、あの使い方とかね、まあ、使い勝手とかそのまあこんな感じの簡単な説明だったら分かっていただけたと思うんですけどね。